四川盆地の衛星写真。中央の平坦な部分が四川盆地で、盆地の東部には丘陵の連なりが数本見える。北東の緑の山地は大友栄山脈や米倉山脈、北西には雪をかぶった山脈と草原がチベットへ続く。北には植生の少ない潜水省や寒粛省のオ土地帯が広がる四川盆地は中華人民共和国の西南部にある盆地。 長江の上流域にあり、四方高い山脈や高原に囲まれた大きな盆地で、面積はおよそ16万平方キロメートル、タリム盆地、ジュンガル盆地、ザイダム盆地と並ぶ中国四大盆地の一つ。四川省の東部と中部、及び重慶市の市域にあたる。四川の名の由来には諸説ある。盆地内を流れる長江の四つの支流に由来するという説。 また、壮大にこの地方に置かれた、行政区画、川橋路が後に、駅収路、利収路、あずさ収路、収路の4つに分割され、川橋所寺と総称されたことが、四川の名の始まりという説もある。その他、赤色、赤紫色の土壌から、紅色盆地、赤色盆地とも呼ばれる。四川盆地の水の出口。区東京の門四川盆地は、 チベット高原の東に位置する、おおよそ長方形の平野で北東から南西方向に伸び、終局作用でできた高い山脈が連続して周りを囲む。東から北にかけては、険しい終局山脈の富山山脈、大友栄山脈、米倉山脈などが続く。南は大老山、ダーリン山や雲気高原がある。西には、流門山脈が、 北東から南西に向け盆地の縁を走り、その西には、横断山脈、貧山山脈など、5000メートルを超え最高で7590メートルに、達する高山が、チベット高原方面まで続く。これらの山脈により、四川盆地は、完全に閉ざされている。北西の山岳地帯に発し盆地を、北から南へ流れるなどの河川は、 盆地の南を流れる長江に合流し、富山などの終局山脈を貫く不況を抜けて東へ流れる。盆地の水系の出口はこの不況しかない。盆地内は平野と低い丘陵からなり、標高はおよそ400メートルから800メートル。特に丘陵のうちいくつかは平野の中に細長く連続的に伸びている。盆地東側の重慶北部付近では、 丘陵の列が何本も東西に伸び、盆地中央西寄りの生徒の南には、北東から南西に向かって、流線山脈が走り、四川盆地を東西に区切っている。生徒周辺の農村。背後では工場が煙を吐く。近年は工場の活動に伴う公害も広がっている。四川盆地は、西の盆西平原、中部の盆中丘陵。 東部の川東平行冷国の三つに分かれる。龍門山脈山麓の盆地西園から盆地中央西よりの流泉山脈までは盆二種平原であり、中心都市の生都市の名を取り、生都平原と呼ばれる。民港や多港など北西の山脈群からの河川が戦場地や中石平野を形成しており、高低差は50メートルを超えず平坦で土壌は肥沃である。 盆地西部を縦断する流線山脈から盆地東部を縦断する花山脈までの幅広い範囲は盆中丘陵であり、北から南にかけて低くなる地形の中に50メートルから150メートルの高低差の丘陵や大地が広がる。多港や港などはこの丘陵地帯を貫いて流れ、長年の水による浸食で細かい谷が無数にできている。 この周辺も土壌は豊かで丘の斜面にまで農地が広がる。花山脈より盆地の東南端までは川東平行霊国であり、重慶市の北に北東方向から南西方向へ数十本の終局山脈が平行して走り、その谷間には平地が平行して走るためこう呼ばれる。山脈はそれぞれ幅が狭く石灰岩の山頂が削られ、 大きな窪地を形成しており、標高は700メートルから1000メートルの間で、盆地内で最も高い花山で1704メートルに達する。それぞれの山脈の間の谷は、標高300メートルから500メートルで、巨峰など、過量降水系の川が、南西に走り、農地が広がるほか水力発電や付近に埋蔵される、天然ガスや鉱物などの資源をもとにした鉱工業が盛んである。 四川盆地は米などの穀物が栽培される大穀層地帯であり、特に盆地の西部にあたる生徒平原は土壌が肥沃で水量も豊かと米作りに適している。食章、諸葛亮はよくや地さと添付の土と評した。現在も四川は添付の国と称賛される。農業のほか地下資源が豊富なことから高工業も盛んで、 特に天然ガスの中国における主要生産地になっている。盆地北西部の指導圏の風景視線盆地は8億5000万年前から7億年前の原生代後期に形成されたヨースコープレートの上にある。山上期中期まではヨースコープレートは浅い海であり、海底の堆積物から堆積岩が形成された。中生代の前期。 インドシナ造山活動都市線盆地の形成が始まる。北西側で松阪監視ブロックが衝突し、さらに北で北中国ブロックが、西でチベットブロックが衝突し、様子ブロックはユーラシアプレートの一部となった。中世代のジュラキから白亜紀にかけては大きな内陸湖であり、北西の山脈から運ばれた土砂が堆積し、厚さ3000メートルから4000メートルの 赤紫色の砂岩及び血岩が形成された。これが地面に露出しているため、今日の赤色盆地の異名がある。この岩石が風化してできた紫色の土壌には、リン、カリウム、カルシウムなどが豊富に含まれているため、中国でも有数の肥沃な土壌となっている。新生代、四川盆地の南西では、ユーラシアプレートとインドプレートが衝突しており、そのために、 かつて盆地の一部だった西部が急峻な山脈となり、四川盆地を取り囲む高い山脈が形成された。四川盆地とその北の山地には多くの断層帯があり、有史以来でも何度も大地震が起こっている。四川省の地震一覧も、山椒気候は四季がはっきりとしている。夏は高温、高湿で、冬は穏やかで湿潤。年間を通して降水があり、 年平均降水量は1000ミリメートル以上。そのうち4分の3は5月から9月の夏季に降る。北と東に立ちはだかる山脈が、ユーラシア大陸北部の寒気を遮る一方、南の比較的低い山地は、南方の暖気団の影響を妨げない。このため、1月の平均気温は5度から11度と、比較的暖かく、7月の平均気温は30度近くに達する。 こうした気候は、年間を通しての農耕を可能とし、米の二気作や三気作が行われるなど、四川盆地を国葬地帯から占めてきた。生徒周辺の大量系、古人四川盆地生徒市四川省における一盆地内には、重慶や生徒などのような大都市が多く、中国でも人口の中密な地域である。また、四川盆地は、高河流域や長江下流との関わりを持ちつつ、 地理的に隔絶された中で独特の文化圏を構成してきた。古代には朝廊文明や派食文化などが繁栄し、旗に滅ぼされるまで東部の重慶付近に共栄国が、西部の政党付近に食国が成立した。また現在に至るまで独自の生活習慣や食文化などを育んでいる。盆地の西部にある山岳地帯では漢民族が支配する前から、 先住民族が茶を栽培しており、世界の茶文化の発祥の地である。一方、要害の地であることから、独自の政権が盆地内に成立することも、たびたびであった。三国時代、四川盆地を拠点に、食館が成立し、超高下流の呉や高賀添いの儀と対峙した。五,五十六国時代には、聖館、五色が、真の支配を、五代十国時代には前、食、五色が、 中原支配を脱し、四川盆地を中心に、独自の政権を樹立している。1001年、北総は、生徒風呂、あずさ州路、州路、利州路の4地方を統合して、四川路を設置、これより現在までこの地を四川と称する。四川省は、民末新書の農民反乱軍の狩領、長県中によりその拠点となったが、戦乱により、明光期に300万を超えた人口が、 新初期にはわずか数万人まで激減したとされる。人口を再び回復させるため、清市前半には600万人以上が、湖北、湖南、関東省から移民させられた。周囲を山に隔たれた盆地の中は、物産が豊富で、独立した経済圏と文化圏を形成しているため、盆地の中で自己完結し盆地の外を過小評価する、自足、自慢。 時代などの意識が形成されたとされる。また、アイデンティティや自我意識が他地域よりも強く、川人地側という思考や独立思考が強いともされる。近代の視線では、越間鉄道をめぐる、保護運動や自治運動など中国を揺り動かす政治運動が数多く起こった。日中戦争などの国難にあたっては、愛国意識を爆発させる一方、 普段は反中央の独立心が強い。ありがとうございます。